Welcome to White Tiger Qigong Class. 気功のクラスへようこそ。 White Tiger Qigong のレベル2のインストラクターの幸子です。今日は皆さんと一緒に気功を練習したいと思います。まずはじめに White Tiger Qigong についてどのような気功なのかお話ししたいと思います。White Tiger Qigong とは中国に古代から伝わる医療機構、その医療機構とはトラウマや病気を治癒するものだったり、それから肉体と感情のバランスを取り戻すものだったり、そしてアンチエイジングや長寿といった、そのようなことを叶えてくれる機構です。そこに最新のスポーツサイエンスが組み合わさり、人の持つポテンシャルを最大限に高めることができる、そのような機構です。今日はそのホワイトタイガーチゴンのシリーズの中からクレイン2のポーズを皆さんにご紹介したいと思います。その前にまずはウォーミングアップからスタートしましょう。ウォーミングアップはメリディアンチゴンです。では一緒にやってみましょう。はい、まずはじめに両足を肩幅ほどに開きます。体全体はリラックスして立っています。円印は下に、頭のてっぺんは上に向いて、体重は両足にかかっています。両手をへそ下に置きましょう。最初はクレンジングブレスからです。クレンジングブレスは息を吸うときは鼻から、吐くときは口から、口をストローのように小さな穴にして息を吐いていきます。このときに体の中の老廃物や毒素を一緒に出していくようにイメージしながら息を吐いていきましょう。では3回一緒にやってみましょう。まず息を吸うときは鼻から、吐くときは口から、口を小さな穴にして息を吐いていきましょう。吸うときは鼻から、吐くときは口から吐きます。ではもう一度息を吸って息を吐いていきましょう。この後はノーマルな呼吸に戻します。鼻から吸って鼻から吐きましょう。はい、ではゆっくり目を開けて、まず最初は体をシェイクすることからスタートです。お水の入ったボトルのように全身を振っていきましょう。全身シェイクします。はい、じゃあここからだんだん動きが小さく速くなっていきます。小さくなって、お腹の前でボールを抱えるようにして、ここから左足を一歩外に、そしてボールを転がします。そのまま左に行きましょう。真ん
真ん中に戻ります。右に行きましょう。真ん中に戻ります。ゆっくり上に戻りましょう。はい、じゃあここから今度は首です。下を向いて上を見ます。背骨の動きも一緒に自然に行ってみましょう。次はツイストです。上半身と両腕を手のひらと指先まで、目線もツイストした先に連れていきます。今度は首と手首です。では首を回します。今度は反対回りです。では両手を温めて腰に当てましょう。ここからウエストを回します。最初は小さな動きから、そしてだんだん大きく、そしてだんだん小さくしていきます。今度は反対回りです。最初は小さな動きから、そしてだんだん大きく、ウエストで円を描きます。そしてだんだん小さく、はい、今度は両手を胸の前で組みます。そして片足を上げて手首足首を回します。同じ向きに回しましょう。今度は反対回りです。はい、じゃあ今度は反対の足です。同じ向きに回します。今度は反対回り。はい、じゃあ次は両肘を抱えます。前屈と後屈いきます。
吐きながら後屈して、吸いながら起き上がってきます。吐きながら足裏から突き上げるようにして、はい、ではここから左足を一歩外に、両手の人差し指と中指でひし形を作ります。ダイヤモンドの形です。目線はこのダイヤモンドから離さないようにして体を回していきます。真ん中まで来たら反対回りです。真ん中で降りていきます。次は足を45度に開いて、左足はかかとをだけをつけています。両手を胸の前で合わせて、肘を指先に近づけていきます。起き上がってきたらツイストします。今度は反対の足です。ツイストするときは目線も連れていきましょう。じゃあ両手を合わせて吸いながら上に伸びます。最初は左に、そして少し上を覗き上げるように。はい、じゃあもう一度上に伸びます。今度は右に。はい、じゃあもう一度いきましょう。下で組んで吸いながら上に伸びます。左に、そして一度真ん中で、今度は右に。はい、じゃあ両手を胸の前に持ってきて、ここから広げます。胸を抱えてかかとを下ろします。
両手を顔の前に持ってきて、吐きながら叩きます。中心線を通って降りていきましょう。両手を体のサイドに、ツービートブリーディングです。息を吸うときはへそ下に意識を集中して、吐くときは両手のひらの真ん中に意識を集中します。吸うときはへそ下に、吐くときは手のひらの真ん中に。はい、ではゆっくり目を開けます。はい、ウォーミングアップは終了しました。ではここから早速クレインのポーズに入りたいと思います。クレインのポーズ、鶴がその羽を広げるポーズです。まず鶴、クレインのポーズの特徴としてエレメントはファイヤー、火です。それから臓器と経絡は心法です。心法というのは肉体的にも感情的にも心臓を保護するものです。例えば感情というのはそれが行き過ぎてしまうと各臓器、関連する臓器をアタックしてしまいます。ひいてはそれが心臓へのダメージとなります。そのようなダメージから守る、保護するのが心法の役割です。そして、次は筋膜です。筋膜ではアームラインとスパイラルラインです。ここでもう少しクレインのポーズのエクササイズ的な身体的な特徴を見てみたいと思います。上半身はツイストする動きとそれからストレッチする動きが入ります。動きはまさにアームラインとスパイラルラインを強調しています。そして下半身は力強さとバランスです。下へ下へと降りていくポーズなのでそれを求められます。それから全体としては可動性と安定性を求められる、そういったポーズです。では早速クレインのポーズに入りたいと思います。まず最初は、言葉の説明なしでいきますので見ていてください。今の動きがクレインの動きです。今度は実際に、皆さんと一緒にやってみたいと思うんですが、まずは上半身と下半身で分けてやってみたいと思います。最初に上半身、腕の動きからいきましょう。では一緒にやってみてください。まず最初に両手を胸の前でクロスします。手のひらを外に向けて、それから中指をプッシュアウトします。これは心法の経絡です。そして両手を脇の下に、胸を開いて、そして両腕を広げます。もう一度いきましょう。両手をクロスして、手のひらを外に、中指をプッシュ、
手を脇の下に、そして胸を開いて両腕を広げます。じゃあもう一度、手をクロスして手のひらを外に、中指をプッシュして両手は脇の下に、胸を広げます。そして両腕を広げましょう。横向きでいきます。はい、手をクロスして手のひらを外に、中指をプッシュして両手を脇の下に、胸を開きます。そして両腕を広げます。はい、これらが腕の動きです。じゃあ今度は足の動きをいってみましょう。はい、まず最初に左足を上げて着地します。ここからしゃがみます。初めての方は高い位置でもいいです。アドバンスでは低いところまで降りてもいいです。今度は右足を一歩前に、右に向いて降ります。左足を一歩前に、右足を一歩前に、横向きでやってみます。はい、こちらが右足です。はい、今度は反対の足いきましょう。なんだか猫が邪魔していますが、今度は上半身と下半身一緒にやってみたいと思います。ここでしっかり胸を開いて、そして両腕を広げます。息を吸って、そして降りるときに体をこう倒さないように体は上げておきます。はい、胸を開いてストレッチです。ではもう一度横向きで行ってみたいと思います。
手をクロスして足を上げて着地して沈んだら両手のひらを外に、中指をプッシュして胸を開いて広げます。はい、ではクロージングに行きたいと思います。息を吸って吐きながら感情のアンバランスを洗い流していくように、吸いながら中心線を通って息を吐いていきます。息を吸って息を吐いていきましょう。ツーゲートブリーディングです。息を吸うときはへそ下のここに意識を集中して、息を吐くときは両手のひらの真ん中に意識を向けます。吸うときはへそ下に、吐くときは両手のひらの真ん中に、息を吸うときはへそ下に、吐くときは両手のひらの真ん中に、両手をへそ下で合わせましょう。息を吸うときにへそ下の小さなボールが大きくなっていくようにイメージして息を吸います。息を吐くときはそのボールが小さくなって濃縮していくように、息を吸うときはへそ下のボールが大きく広がっていきます。吐くときはそのボールが小さく濃縮していくように、呼吸はゆっくり行いましょう。はい、ではゆっくりリリースして目を開けます。じゃあチーシャワーです。ありがとうございました。今日はクレインのポーズを皆さんにお届けしました。このように気功は、単なる肉体としてのエクササイズのみならず、マインド、感情、それからスピリット、精神へと働きかけてくれるものです。次回はまた機会がありましたら他のポーズも一緒に挑戦してみましょう。じゃあ締めの挨拶をして終わりたいと思います。一緒にやってみてください。両手を胸の前で合わせましょう。 Wisdom Jarakwe Benevolence Lanzu Courage 勇气 Patience 耐心 Sincerity ジャンジャン、ありがとうございました。ではまた次回。バイバーイ。